新年明けましておめでとうございます。いや経験値なさすぎだろ。お願いいたします。それではありがとうございました。というわけでチャンネル登録者5000人本当にありがとうございます。というわけでチャンネル登録者5000人突破しました。まだ撮影段階では突破してないけどね。5000人突破した、いやまだ突破してないけど、このチャンネルのこの中のこの動画、うん、まあつまりこれです。はい、ドンで50万回再生。YouTube ちょろすぎ。なのでね、この動画を見直してみたんですよ。まあ我ながらゴミのよ。ということでね、じゃあ作り直そうじゃないかと。同じようなことをすれば再生数が取れるんだから。なのでこの動画はこちらの動画のリニューアルバージョンです。ぜひ前回の動画をまだ見ていないという方は前回の動画を見て、まあ高評価を押してチャンネル登録でもしてください。それと最近このチャンネルの概要に書いておりますが、今現在このチャンネルは YouTube 活動を停止しております。この動画は途中まで編集していたということもあり、まあ私ほどにもなるとね、まあクリスマス、大晦日、お正月、予定のかけるも毛頭ないので、まあたまたまできたってことですね。はい。まあ要するにですね、投稿ができない期間がどうしても続いてしまいます。申し訳ございません。しかし必ず帰ってくるので、よろしければ待っていていただきたいです。詳しい説明は概要欄をご覧ください。ちなみにこの投稿がなかった間で、YouTube やってること友達にバレました。はい、終わりでーす。そして投稿遅れてごめんなさいということで本編どうぞ。まず経験値集めの前に準備することは3つ。1つ目、勉強力をとにかく上げる。2つ目、お宝関西のノリをなるべく集める。3つ目、オカメ八目猫の第2形態をニャンコンボとして編成に加える。これら3つの条件をなるべく揃えて経験値集めをしましょう。そして経験値を集める主なステージはこちら。中級者から上級者はゲリラ経験値系、初心者は日本ステージです。日本ステージはちょっとって思うでしょ。うん、意外といけるから、まあ一回騙されたと思って行ってみてください。日本ステージは思ったより稼ぎます。そのついでにお宝も集めちゃいましょう。日本編のいいところは、もうお宝をついでに集めることができるっていう点もそうだけど、もうそれ以上に動詞でできる。もうステージ構成がシンプルだから、ある程度の強さがあればもうボタン連打でできるので、もうながらでできちゃう。もうパーティーや、ゲリラの推しパーティー。ちなみにおすすめステージは岩手県、青森県、沖縄県、西表島が個人的におすすめです。しかし注意する点もあります。実はクリア回数が多くなれば多くなるほど取得経験値はどんどん減っていきます。ですので周回するステージは分散させるようにしましょう。中級者から上級者の場合はゲリラ経験値系です。基本的に周回するなら極または超極ゲリラ経験値がいいんですが、強い、もう強すぎる、もう頭が悪い。ゲリラ経験値頭が悪い。まあ、ちょっと話を戻しますと、これらのステージをクリアできるレベルはどれぐらいなのかっていう指標を出すとすれば、まあ猫ボンバー持ってるか持ってないかでしょうね。持ってなかったら多分無理。ということでお待ちかねの入手方法なんですが、まず第一形態の猫フラワーを持っていない人は、ここの襖を100回ほどアキアキしていれば多分手に入ります。その後レベル20まで上げて海岸ステージを攻略すると、報酬として猫ボンバーの第3形態の権利をゲットできるんですが、その海岸ステージに挑むにはこれらの条件を満たしていないと無理です。まず1つ目、未来編第3章攻略、無理。そして出現時間が毎月の2日もしくは22日の午後2時22分から24分の2分間だけです。いやお前これ平日やったら終わりやないか。土日祝を祈れ。これで猫ボンバー入手したら極も超極も勝てると思います。次に第2の経験値源、採点報酬ステージから根こそぎいただく。採点報酬ステージはイベント系のステージにたまに出てきますが、めっちゃもらえる、しかも弱い、もう最高やん。なので採点報酬はできるだけ全部ゲットしておきましょう。第3の経験値源はガチャキャラを経験値にしちゃおう、これですね。これに関しては個々の主観に左右されてしまいますが、自分は未来編第3章以下の人たちは経験値にしてもいいと思ってる派の人です。理由としては、最初は特に経験値が足りない。いやもうめちゃめちゃ足りないよ経験値。うん、もう足りないオブザイ。なので経験値が足りない中で育てるキャラを分散するより、特定のキャラを集中して育てる方がいいから。さらにさらに最初の方は飽きやすいから、これですね。最初特定のステージで絶対つまずきます。絶対つまずきます。そしたら多分飽きる。うん、
飽きるよということを先に見なしておいて、それなら後々のことを考えすぎず使わないであろうキャラをさっさと売っちゃって効率よく進めた方がいいかなーって自分は思います。ちなみにまた旅でも同じように売却して経験値にできますが、また旅に関しては売却度は低めです。しかし日本編までの人々は日本編までの方々は売却していいと思います。さらにガマトトと福引きチケット G でも経験値は手に入りますが、まあでもめっちゃ少量、まあこれは誤差ですね、誤差。そして第4の経験値源、週末の連戦場でめちゃめちゃ稼ぐ。この週末の連戦場は毎週土日それぞれに開催されているんですが、これがめちゃめちゃ美味しい。それぞれ難易度が初級、激ムズ、極ムズ、この3種類があり、それぞれ報酬が違うんですが、もうこれの激ムズときたらもう、そもそもこのステージの仕組みとしてノーコンティニューで最大5つのステージを連続で攻略していくステージなので、結構癖があって編成も変えることができなく、まあかなり難易度も最後の2つぐらいはムズいので、ちょっと上級者向けではあるんですけれども、ステージ1回クリアで15万、2回目で30万、3回目で50万、4回目で75万、5回目で100万で合計で270万もらいますからね。いやもうこれはウハウハですやん、もうドーパミンもウハウ。ちなみに初級でも全てのステージをクリアすれば75万経験値もらえるので、まあまあでかいですよ。注意なんですが、極ムズに関しては報酬は経験値ではなくキャッツアイなので、そこは注意してください。あとこのステージむずすぎ。はい、では今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。最近ね、何一つ動画を上げれていないということで、まあこれはまずいなということで、冬休みを利用してなんとか一本作ろうと思ったんですけれども、編集始めたのがね、12月中旬ぐらいなんですよ。もうしかも6割ぐらいできてた。なのでね、冬休み頑張ってお正月ちょい後ぐらいには出そうとしたんですよ。で今が、1月末遅れた原因としては、まあちょっと編集がめんどくさい。家もめっちゃ勉強で忙しかった。ということでね、投稿が遅くなってしまい本当に申し訳ございません。まさか冒頭の新年の挨拶を月末にあげるっていうね。いやもうやめちまえ。まあそれでもね、この動画を結構頑張って作ったので、よろしければ高評価とコメントよろしくお願いします。それとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今1月だけど、また来年に会いましょう。またね。